高翼機を正面から見た図。下記の他形式と主翼の配置を比較のこと。三考図1、低翼機。三考図2、パラソル翼機。高翼機とは、航空機の形式の一種で、主な固定翼を1枚しか持たない、単葉機のうち、胴体の上端付近に主翼が取り付けられている、航空機を意味する。胴体の下場に主翼が位置する、低翼機や、 胴体中段に位置する中翼機、左右一体型の主翼が傘のように、胴体上方に置かれている、パラソル翼機との対比で用いられる分類である。上部に翼を設置することで、飛行時の横安定性を増すことが可能となる。機体が、バンク角を取った時、葉緑線が傾くことによって、横向きの力が加わり横滑りを生じるが、高翼機では、横向きの気流が、 胴体に遮られて翼仮面の圧力が増大し、滑っている方向にある翼の揚力が増大する。これによって、左右の翼で揚力差が生じ、機体を水平に戻そうとする、いわば、復元力を得ることができる。低翼機や中翼機では上、返り頭をつけることでこの効果を得るが、高翼機では上、返り頭をつけることなくこの効果を得られるということになる。 また、主翼の取り付け位置が高いために地面との間に大きな空間が確保され、プロペラ機を含め翼にエンジンを取り付ける場合、胴体と同じ位置以上に吊るす取り付けることができ、異物吸い込みの可能性を減少できる。胴体下部、側部に設置された膠着装置を伸ばさなくても、プロペラブレードが地上の障害物に影響されにくく、短くて済む膠着装置は、軽量。 頑強で、整備、路面状態の悪い飛行場にも離着陸が容易である。また、大型の爆弾や、ミサイルなどの武装を、翼の下に吊るすことも容易である。これらの利点から、特に輸送機を含む、軍用機には多く用いられている。翼の取り付け位置が高いことは、胴体着水する飛行艇にも有利なため、パラソル翼と並んで、採用例が多い。 体型のプロペラを主翼に装備する方式のティルトローター機では主翼を後翼とすることが定石となっている。その一方、後翼機の主翼下にエンジンを吊るして胴体と水平にエンジンを設置した場合、低翼機のようにエンジン騒音を翼で遮ることができず、民間の旅客機では人が乗ることになる。胴体部分に直接に騒音が当たってしまうことになる。また、 翼が上部にあることで翼の付近の客席からは上空の視界が遮られる。そのため搭乗者の快適性確保の要請が強い旅客機にはあまり用いられていない。ただし体型プロペラを翼に取り付ける小型旅客機では主翼面よりエンジンプロペラを若干上に置くことが多いので現代では高翼機が増えた。低翼機と違い。 乗客による地上への視界は良好である。また、前述のように飛行時の安定性が優れていることは、逆に言えば運動性を損なうことになる。そのため、軍用機でも運動性の高さが求められる。戦闘機には、レシプロ機時代にはあまり用いられなかった。この時代の戦闘機では膠着装置を主力に搭載することが多かったが、プロペラブレードの直径を増大させるためには、 できるだけ翼を低い位置に取り付けた方が同じ足の長さでも、機種の地上高を高く取れるために有利であったからでも、ある。高翼式のミッグ -25 戦闘機。高翼の採用例が増えるのは、超音速機時代からである。主翼を水平尾翼よりも低く配置した場合、無改革を大きく取った際に、 主翼の交流が水平尾翼に無視できない悪影響を与えることが判明した。行革を大きく取れないことは運動性を重視する。戦闘機にとっては致命的な欠陥となる。そこで公翼とし、水平尾翼よりも主翼の位置を高く取る。旧ソビエト連邦が開発したミッグ -25 戦闘機をはじめとした通常の尾翼形式の超音速戦闘機には、 後翼が広く採用されている。後着装置を主翼に装着する形式の飛行機の場合、地面との距離が大きいために後着装置の脚部が長くなってしまい、特に引き込みやの黎明期には強度などの問題から設計が難しいという問題もあった。ただし超音速機の場合は主翼が薄く作られているため後着装置の装着には適せず、 もとよりこの問題点は考慮されない。上述の通り主翼下に爆弾などを吊るすには、硬翼の方が効果的であり、武装搭載量を増やした場合は、低翼式の方こそ降着装置が長くなってしまう。また、マルチロール化が進む。現代の戦闘機では、ある程度は、対地、対艦攻撃任務も担当することが多いため、 低翼機とは逆に攻撃目標のある地上へのクリアランスが確保されていることが望ましい。ただしステルス化のため、胴体内のみに武装などを搭載することが増えた。最近では、その必要性は下がりつつある。日本航空技術協会航空工学講座第一巻航空力学。ありがとうございます。